2022年12月22日木曜日夜7時を回りました。東京下北沢より都会へ配信するストリートレディオステーション下北 FM DJ ともあきずラジオショー、次もこの時間やってまいりました。 AMC の相本コメンテーターの大倉ともあきです。そしてどうぞ。はい、本日のアシスタント MC を務めるのは AKB48 チーム B のくるるんこと鈴木くるみです。よろしくお願いします。くるるんです、初登場です。よろしくお願いします。お願いします。ニンジャスの日高梨央ちゃん、はい、元中継されてますか、梨央ちゃん。はい、もう梨央ちゃんもねキュートでね、この子もほっそりして。日高梨央です。梨央ちゃんお元気？元気です。すいませんね、お呼び立てしちゃって、もう2週間前にゲストだったのに。そうなんで、今月2回も呼んでいただけてめっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。お気に入りなんですよ、すごくいい子でね。後で話しますけどね。はい、そうなんですよ。この前あのライブの会場で、そうそう、大倉さんと会って行きました、神田の会場で、はい、SKE48 のメンバーとかね、もう行かれてて、はい、ねえ、なんか持ってる人いると思ったら思ったら大倉さんでした。そうなんですよ、はい、一応ね終わった時にさ、これ拍手なんか、俺じゃ今日ありがとうございます、物販ありがとうございましたみたいな、はい、ちょっと私が応援ランプを頭に乗せて、ファンの皆さんにもちょっとアピール宣伝しつつ、で私はそそくさとね、あの会場の方にライブ会場戻ろうかと思ったら、さっとマネージャーさんとね駆け寄ってきてくれて、はい、ありがとうございました、今日は本当にまたお願いします。なんてもう愛らしい子なんだろうと思って、やっと会えて、実はいつもリモートなので、そうそう、そうやっと会えて嬉しかったです。もうライブもめっちゃかっこいいですよ。鈴木くるみの AKB48 16期生6周年おめでとう。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。 AKB48 16期生の鈴木くるみちゃんは12月8日今月8日でデビュー6周年を迎えました、ね、ありがとうございます、はい、おめでとうございます。そこでこの6年間の軌跡といいますか、一番6年間で〇〇だった思い出をたっぷりと語ってもらいましょうという時間でございます。あらかじめスケッチブックにまとめてもらいましたので、はい、早速いきましょう。いいですか、はい、まずは質問その1、一番緊張した思い出は、いきますよ、せーの、フリップアップでお願いします。はい、先輩と初めての劇場公演です。はい、こちらはこちらはですね、うん、私が研究生の時に、はい、こう研究生は他のまだチームに所属してなかった時に、はい、こう先輩方が卒業されてしまって、うん、こう人数が足りなくなってしまったチームにこう、はい、アンダーとして出演していってたんですけど、はいはい、その時に私は日立チーム B に、うん、の時の B に出させてもらったんですけど、うん、同期の中でも初めてこう私が先輩と一緒に出るそうだったので、うん、もうどうみんなからどういう感じかも聞けないし、うん、もう私が一番だったので、とりあえずどんな感じなんだろうってドキドキしながらこうすごい練習してたんですけど、うん、リハーサルで先輩方がすごく優しくて、はい、もういっぱい先輩助けてもらいながらやったんですけど、その時のメンバーさんが卒業されちゃったんですけど、うん、渡辺真由さんとか、あ、真由、はい、あとは今一緒の柏木由紀さんもいたりとかして、はい、うん、本当にもう心臓が力出るんじゃないかってぐらい緊張しながらやったのを今でも覚えてます。そりゃそうですよね、もう憧れで入ってね、うん、まさか同じステージに、はい、そうなんですよ、しかもこうなんかコンサートとかだったら、まあ、全員が出るやつなので、うん、まあ、一緒に立つことって可能じゃないですか。でもこう劇場公演ってその時16人だったので、うん、16人のメンバーの中に入れてるっていうことがすごいですよ、もう夢のようで、うん、そう、中学1年生とかだったので、もう本当に入りたてでそういうふうなこう、大先輩と一緒に出れたことが、はい、もう嬉しさもあったんですけど、嬉しさとか楽しさよりも一番はもう緊張が大きかったですね。まあ、そうだよね。お話とかしました？まゆさんはすごい優しくしてもくれてて、うん、同期の中でも卒業公演に2人だけ呼んでもらったんですけど、この2人に入ってくると、若手選抜も選んでくださったりと、うん、なんかすごい赤ちゃんみたいって可愛いって言ってくださってたので、赤ちゃんみたいって、そうなんですよ、それですごく
訳してもらってて、他の先輩方もこう私が出るってなったら教えてくださったりとか、うん、その踊りを、はいはい、でこう本当に助けてもらったので、その時の先輩方にはすごく今でも感謝でいっぱいです、うん、ね、いい思い出ですよねそれをね、はい、さあ続いていきましょう、いきますよ、はい、質問その2、一番楽しかった思い出は、いきますよ、ゆっくりですよ、はい、準備できたからね、はい、はい、せ、 OK、 はい、せーのフリップ、はい、オープンでお願いします。同期でコンサートです。おっ、ね、これ盛り上がるよね絶対、はい、うん、なんと16期はあの2回も TBC、はい、東京ドームシーホールで、はい、あの、はい、やらせていただいたんですけど、うん、あの1回目は本当に入って1ヶ月ぐらいでして、うん、やらせていただいて、2回目は1年後の同じ時にやらせていただいたんですけど、うん、こう最初はみんな緊張してたしよく分かってないで1回目コンサートやらせてもらって、うん、すごくみんなこうウィンウィンい感じだったんですけど、その1年後のはもうみんなでもうまたその来年もできるように頑張ろうねっていう、また去年とは違う意気込みで、こう仲良くもなってる中でコンサートとかもできたりして、こうもうリハーサルの時から楽しいみたいなっていう感じで、こう今はあの配信があの AKB の映像倉庫っていうのでされてるんですけど、今でも見返してすごい楽しかったなって思いながらこうメンバーと見たりしたりして、でその16期のコンサートだけじゃなくて16期で集まるのがすごい私が好きなので、この間フレッシュコンサート、この間というか去年フレッシュコンサートさせていただいたんですけど、その時に久しぶりに16期でこうリハーサルをしたんですよ。その時もこうやっぱ16期が集まるとなんかリハからみんなでなんか一番誰が元気に踊れるか競おうよみたいないう感じで、こうみんなでリハーサルの時からこう16期節といいますか、をこう聞かせながらこう楽しんでみんなでできるのが16期のいいところなので、またコンサートもできたらいいなって思います。稲垣かおるちゃんともね先日番組出てくれましたが、まもなくねあの卒業ということで、はい、ね、そうなんですよ、かおりちゃんはもうすごい優しくて、あの今は同じチームなんですけど、はい、でもよくお泊まりとかさせてくれたりとか、3年16期の最年長と最年少なんですね。あ、そうなんですよ、最年少で、うん、はい、で昔、うん、あの村山由里さんがプロデュースしてくださったレッツの研究生公演っていう公演があるんですけど、うん、そこで2人でわがままな流れ星っていう曲をやってたんですよ、うん、最年長と最年少で、うん、その時に必ず曲の最後にこう2人で掛け合いみたいなのをするんですよ、はいはい、それを毎回考えるのもすごい大変だったなって今でも思います。あ、でもね仲良しだからね息もぴったりだと思うんですよ、はい、私も動画ねちょっと断片に見ましたけどね、いいですよ、なんかね、本当ですか、見ました、チェックしました、もちろん、ありがとうございます。そうだから16期大好きなので、本当に同期でのコンサートは一生忘れられない楽しかった思い出です。クロシちゃんも出てもらいましたしね、はい、そういうことで、あーちゃんもハルパちゃんも、はい、じゃあそういうこといきましょう、続いていきますよ、ラストになります、はい、ラスト質問その3、一番感動した思い出は、いきますよ、はい、フリップオープンでお願いします。はい、大好きな先輩の卒業です。はい、こちらはこれは、うん、あの加藤レナさんなんですけど、はい、あのレナッチさんはもう私が本当に入ってちょっとしてからずっと可愛いって言ってくださって、うん、今でも仲良くしてもらっているんですけど、今年の2月に卒業をされたんですね、うん、その時に私もこうあの仲いいメンバーとしていっぱい曲をやらせていただいて、うん、一緒に卒業公演の時に、うん、でこうメンバーのみんなもすごい泣いてて、うん、ファンの方も泣いてて、もちろん私も泣いて、みんなからそんなに愛されてる、スタッフさんとかも泣いてたので、うん、みんなが、だからそんなに愛されてるレナッチさんにが卒業したのが本当に悲しかったんですけど、もうドレス姿が素敵すぎて、うん、で最後こう綺麗だし、ね、うん、はい、されていく姿がもうすごい感動するというか、最後までなんか笑顔で卒業できるようにって言って、最後の曲をハッピーエンドっていう明るい曲にしてたんですよ、はい、そういうところもすごいレナッチさんらしくて素敵だなってすごい感動しました、うん、ありがとうございました、はい、はい、じゃあ以上ですね、はい、はい、以上です、はい、ということで終了です
時間がおっしゃいます。さあここまでクルルンの6年間の思い出を振り返ることができて懐かしかったよ懐かしかったよ今後の活躍も楽しみだよという方は楽しみという方はショールームツイッターライブは数字の8の連打会場拍手お願いします。以上アッシャンと味覚ありがとうございました。鈴木くるみの AKB48 16期生6周年おめでとうでした。さあここで1曲挟みましょう。今週のゲストは2週間ぶりの登場です。この方です、どうぞ。はい、こんばんは、ベンジャスの日高リオです。よろしくお願いします。リオちゃんお待ちしておりましたもうよろしくお願いします。この笑顔といいキュートさがね、もうアイドル界にとっても宝ですよ本当に、ね、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、はい、今月ね、2週間前12月8日出演以来およそ2週間ぶり、こんなスパンが短い、ね、ことないんですよ。あ、そうなんですか。いやこの前神田でお会いしちゃってね、ちょっとテクテクこうやって物販、はい、前回の、うん、前回の前回が、はい、多分7ヶ月ぶりとかだったんです。あ、そうですか。はい、ね、いい意味でちょっと嬉しいです。制作サイドとしてもお気に入りということですよ本当にね。頑張って応援したいなって気持ちをありがとうございます。ありがとうございます。急遽にかかわらずね、受けいやいや、ね、嬉しいですね。受けていただいてね、はい、さあそういうことで、ね、メールご紹介。そしてあのね、あのクルルンはもうお初ですよね、もちろんね、はい、そうなんです。これを機にちょっと初めましてですよ。さっきでもリハで随分仲良くなっちゃってね、あのハートのねあれやってね、はい、このエンディングでやろうっていう話で、ね、エンディングでもやりますから皆さんね、スクショタイムでね、はい、ツイッターも FF で、ね、相互フォローしてください。終わった後のお互いね、あの、はい、ハッシュタグ下北タイムつけてください。題して日高リオのリオサンタからのクリスマスプレゼント。はーい、さあ日高リオちゃんお迎えしておりますが、サンタクロースのコスプレで、サンタのコスプレでリオサンタからプレゼント何が欲しいとツイートしていました。12月14日、はい、してましたよね。しました。ちょっとお願いしちゃっていいですか、どんな感じで言ったんですか。リオサンタからちょっと画面に向かって、何が欲しい、リオサンタからちょっと言ってもらって、リオサンタから何が欲しいのはい、そのままちょっと12個の文章忘れてしまいます。かわいいですね、どんな文章。ありがとうございます。全然すいません、そういったツイートをしていたと。そこで番組サイド、はい、下北の番組サイドからリオサンタにクリスマスプレゼントのたくさんをおねだりしようということで、ね、きっとね我々のね、もう本当に答えてリクエストに答えていただいて、もうバッチリのね、いただけるんじゃないかと、レッスンをということでございましてね、はい、では早速ね、いきましょう。いきますよ。まずはあ、それあのちょうど、うん、あのサンタの帽子があったので、素晴らしい。ちょっとねうちのスタッフがね、私も含めて向けてて、バッチリサンタですよ。ちょっと利用さ、こんな利用サンタが来るんですよ。何が欲しいって、むしろプレゼントあげなきゃいけない立場ですよ。それを何が欲しいってどうですか、くるるん。これちょうどあったので、私もあげて、これはねあげなきゃいけない。そうですよ、これ願ったり叶ったりですよ、むしろプレゼントあげる立場ですよ。それがなんか、うん、何が欲しいって、どうしよう、いっぱい欲しいですよね。何でも欲しくなっちゃいます。欲しいですよね。じゃあ行きますかね。早速行きますよ。はい、行きます。まずは欲しいものその1。理想のクリスマスデートを教えてほしい。クリスマスデート、ね。どんなデートがいいかね。ちょっと聞きたいですね。このリオさんとこんなこれつけてちょっと来るんですよ。この公園とか。これつけてはちょっと行かない。これでね。お待たせーってこうやってお待たせーってくるんでしょ。いやさすがにリオだよ、お待たせ。さすがに帽子かぶらないかもしれない。ベンチで待ってたら向こうの方から走ってきてお待たせーってこう駆けつけてくれるんじゃなくて、駆けつけてお待たせー。あ、すいません、ちょっと行きますね。すいません、失礼しました。理想のクリスマスデート、理想のクリスマスデートですよ。行きますよ。はい、せーのフリップオープンでお願いします。ドン、バッティングセンターデート。いいですね。カキーン、いいね、これ。あのソフトボールやったって聞きましたよ、ファンの方から。そうなんです。あの10年間、小学校3年生からやってて、はい、うん、もう体を動かすことが大好きなので、はいはい、ちょっと寒いし、冬は。うん、もうバッティングセンターで温まろうっていう。いいね、ちょっとバッティングセンターな、はい、年末とかしてみたいですね、こんなね。りょうちゃんと多いと思うんですよ。はい、ねえ、くるるね、どうですか、カキ、こんなスポーティーな彼女に。うん、え、私は運動がすごく苦手なんですけど、それでもいいんですか。いい、運動いいですか。全然一緒に行きましょう。え、ちょっと一緒に行きましょう。あの本当に私運動しすぎて恥ずかしいと思っちゃうんですよ、自分の運動してる姿が。うんうんうん、でもなんかそして笑ってくれそうだから、うん、笑って慰めてくれそうなので、すごく行ったら楽しそうですよね。うん、
でも私あの友達女の子もやったことない、ソフトボールやったことない友達とバッティングセンター行った時に、うんうん、しっかり腰落としてとかめっちゃアドバイスしてくれるんですか、マジで巻き締めてとか言って、うん、めっちゃアドバイスしちゃうんですよ。めっちゃ嬉しいですよね。だってそれでもし打てたらめっちゃ一緒に喜べますもんね。あ、もう天才やーって。いや、黒田連れてってもらったらちょっとほら、FM でね、仲良くなって、ツイッター。ぜひ、ほんとに、ぜひお願いします。行ったことないので。ねえ、ぜひとも。あ、そうなんです。私デートしてくれるってことですか？ぜひ、いいんですか？逆に。ぜひ。やったー。じゃあ、ちょっとよかった。ちょっとね、整理して。ぜひとも頑張って。はい、そういうことで、じゃあ続いていきますよ、続いていいですか、はい、はい、続いていきましょう。欲しいものその2、関西弁でクリスマスっぽい萌え台詞が欲しい。あ、関西ですね、兵庫出身ですからね、ね、クリスマス萌え台詞ちょっとね、やっぱ期待したいとこじゃないですか、これね、じゃあ、いけそうですか、ちょっとアドリブになっちゃいますけども、OK だったら、はい、あ、ちょっとね、慣れてない感じが言ってますね、はい、じゃあ行きますよ慣れてるくせにじゃあ行きますよ。あ、じゃあ、いやいや、慣れてないですよ、ちゃんとそういう子じゃないんですよ、リオさん。行きます、はい、よーい、行きますよ、アクション。さ、24日 ?5 日クリスマス何してるん？よかったらリオと一緒に過ごさへん？かわいい、よし、あれ、完璧でした。大丈夫、ちょっとこれはもう落ちますね。もう、もう皆さんお互いにね、大丈夫、押しまししてください。大丈夫、すごい、クルネもちょっと、よいよいよ、なんか何リモートなので、なんか時差がね、あるから、時差があって、なんかすっごい恥ずかしい、いいんです、いいんです、ちょっとある余韻を残したんですよ、余韻を、私も、はい、あれ全然、ちょっとしばらく放置したんです、相手。はい、よかったです。うふってやるってやっぱ予想通りやってくれたので。じゃあちょっとくるも行きましょうよ。ここまでじゃなくてもいいから。ちょっと行きましょうよ。ちょっと行きますよ。はい、いいですか、はい、いや、これもう思い切ってやっちゃってください。行きます。はい、よーい、アクション。クリスマスだからケーキ用意したんだ。で、食べる？行くよ。くるくるあげない。いいじゃないですか、ちょっとくるくるかけて、かわいらしい、めっちゃかわいい、くるくる、あーげない、ちょっとね、かわいい、口こうやってくるくる回しちゃいそうですね、くる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 あげない、みたいな、はい、わかりました、続いていきましょう、続いてね、続いていきましょう、はい、続いていきましょう、欲しいもの、その3、ギターの弾き語りでクリスマスソングを聴かせてほしい。もうね、はい、演説のね、リオちゃんって、日高リオちゃんといえばもう弾き語りですから、聞かせてほしい。これね、いかがですか、はい、クルーンサンタ、ちょっと何か一曲お願いしたいんですけど、ちょっとギターでよかったら、前回も大評判だったんで何いきましょう今回、うん、ありがとうございます。私は、うん、いいです、任せます。クリスマスといえば、私のクリスマスといえばという曲なんですけど、はいはいはい、AKB48 さんのノエルの夜を聞かせていただきたいなと思います。行っちゃいますちょっと、48グループのファンの皆さん、うん、ぜひともね、すごい、本店の前回もなんですけど、はい、ご本人の前で歌うのちょっと恥ずかしい。いやそれをやってできる、できる、大丈夫、利用者ならできる、頑張ります。ステージ素晴らしい、思い切ってやってるし、毎回でもやっちゃって、はい、やりたいだけ、ちょっと聞きましょうね、じゃあクルルンね、一緒に、はい、じゃあスタンバイできたら教えてください、いきますよ、はい、じゃあタイミングで、タイミングで、じゃあ利用者の、はい、お願いします。 AKB48 さんでノエルの夜。ノエルの夜は言葉はいらない、見つめ合うだけでいい、心をつなぎ一緒にいれば誰よりも愛しい。バシバシ、素晴らしい、いかがでしたクルルン。もうすごいですね、弾き語りでもうすごく上手で、ずっと聞いてられますね。ありがとうございます。声も澄んだね感じでね、めちゃめちゃいいですよね、雰囲気あって、ありがとうございます、素敵でした。じゃあ嬉しいです。クルルンもじゃあちょっと
期待じゃなくて生歌歌われてさ、ちょっと軽く触りでもさ、はい、すみません、いきなり振っちゃって申し訳ないんだけども、じゃあ何何行きましょう、ちょっと一曲お願いできますか。じゃあ私もあの AKB48 の、はい、あのクリスマスがいっぱいっていうクリスマスの歌を歌います。はいはい、じゃあお願いしちゃいましょうね。はい、じゃあタイミングでお願いします。じゃあクロールはい、いきます。メリーメリークリスマスサイレンナイト、あなたに会いたい、メリーメリークリスマスホーリーナイト、僕ハートがいっぱい。カーッ、イエーイ、かわいらしい、でもこちらもすごい素敵でした。もうもよもよですよこれね、ファンの皆さんもありがとうございます。いかがでした、リオちゃん。いやもう本当にかわいい、かわいいです。かわいいですね、なんかね、ほんわかしてね。ありがとう。今、今18歳、そうです、18歳です、ね、いやすごい、なんか自分が高校生の時こんなんやったかな。でもすごい可愛い。本当に。あんま変わらないけどね、どうしてもね。はい、ということで、はい、行きます。終了です。はい。ここまでね、リオサンタ、そしてクルルンサンタからのいっぱいのね、クリスマスソングのプレゼントを含めてもらえて、プレゼントもらえて、詳細こうだったよ。メリークリスマス、メリークリスマスという方は、ショールーム、ツイッターライブ、筋の走る連打、会場拍手お願いします。以上、ゲスト企画、日高リオのリオサンタからのクリスマスプレゼントでした。さあね、じゃあ続いて生電話コーナー行きましょう。生電話でーす、はい、いきますよ。はい、ね、おばされた方は、はい、行きましょう。はい、行きましょう。じゃあ行きます。はい、じゃあお願いします。どんどん書き上げてください。行きます。さあね、メールもご紹介しますよ。はい、黒優さん、あ、すみません、もしもし、早いですね。お名前と何県から、ラジオネームで結構です。大丈夫、山口県の秋です。あ、山口県から、あ、秋さん、じゃあ話し合ってください。どうぞ、山口から。はい、秋、今聞いてくれてた？見てたよ。あ、ほんま？え、秋のクリスマスといえばソングは何ですか？うん、メリクリ、ボアさんのメリクリ。あー、リオも大好き、あの曲。じゃあクリスマスはボアさんの曲を聴いてリオと過ごそうな。そうだね。そうだね。あー、ちょっとありました。ちょっとサービスしちゃいましたね。引き続きご覧ください。ありがとうございます。ラジオネーム黒優さん、皆さんこんばんは。本日のゲストリオちゃんですが、関西弁、関西弁がたまらなく可愛いです。マクドナルド、マックとマクドを併用するぐらいね、しか東京にはほとんど染まっていません。あ、それ以外染まってないと。口癖はほんまにを多用するしていますので、今日もたくさんのほんまに聞けると嬉しいです。あ、確かに。もしもし、お名前と何県から？神奈川県の熊野のいぶるみです。あ、いつもメールありがとうございますね。いやいや、こちらこそありがとうございます。じゃあ、早速話していただいて、思う存分どうぞ。はい、はい、くーちゃん、くーちゃん、おからさんにもう来てもらってるねんな。なんか嬉しいですね、ありがとうございます。さっきもいつもいつもありがとう見てくれて。くーちゃんはクリスマス何するんですか？はい、ベンジャスのライブを見に行きます。おー、楽しんで、とっても。じゃあ、リオと過ごすということで。もちろんそうです、お願いします。シールです、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。どんどん言いましょう。まあ、複数枚買った方はね、はい、リオちゃんもそうですし、クルールもそうですし、一回切ってもう一回かかる可能性が強いので、ぜひともね、一、うん、枚と言わず、皆さんぜひともよろしくお願いします。お願いします。はい、で、あとね、お知らせもね、行きながら行きましょうかね。リオちゃん、お知らせも挟みながら、お知らせ、はい、ちょっとずつ行きましょう。はい、はい、さっき、クリスマスに、はい、実はイベントがあります。お、あ、ちょっとつながっちゃいました、リオちゃん。はい。じゃあ、お名前と何県から？福島の友明です。あ、福島、友明さん、あ、同姓ですね、同名ですね。はい、じゃあ、福島から。じゃあ、話していただいて、どうぞ、行っちゃってください。ありがとう、友くん。スパ買ってくれてたよね。ありがとう。あ、私しか行けなくてごめん。あ、全然全然全然、福島にもいっぱいあった、スーパーあったあった、いっぱいあった。いや、全国にベンジャスが、嬉しいね。ありがとう、ね、応援してくれていっぱい。うん、今度企画とかなくてもさ、なんかいつでも表紙飾れるといいね。うん、そうだね、リオはもうそれを目標に頑張るよ。はい、終了でした。ありがとう。いや、そうそう、スパとかね、もうたくさん買ってほしいね。保存版とかね、もうたくさんちょっとね、家に、玄関に一スパみたいな、冷蔵庫に一スパ、玄関に、お風呂に、台所、お風呂に一スパ、お風呂に浴びちゃったから、ちょっともう新しい一スパを、リビングに、リビングに。いいですね、ちょっとね、
そう、あちこち、はい、車の中に。嬉しいです。ありがとうございます。自転車の籠の中に人す。飛んでいきそうですね。いっぱいたくさん買って、じゃあ今週いっぱい、はい、ぜひ急いでください、スパね、りょうちゃん。ありがとうございます。まあ、表紙ですからね、週刊スパ。はい、嬉しいです。そのもしもし留守番電話に接続。留守番電話、じゃあちょっとりょうちゃん、一言ね。発信音の後にメッセージを録音してください。誰だ終了するには1を。メッセージを確認、変更するには、シャープを押してください。達夫さん、達夫さん。あ、達さん、ありがとう。リオはクリスマス一緒に過ごせると思うのがすごい嬉しいです。今年も、来年も、2023年も、リオのことよろしくお願いします。カーッ、ありました。あとラストもう一枚ありますね。はい、あ、そう、すいません、今日入ってて、出れなかったんですね、仕事とかれたもんね。はい。ねえ、うん、ちょっと、あれ、ちょっと、ありがとうございます。タイミングですからね、やっぱりね。うん、まあ、こそこそ聞いてると思うんです、職場とかでね。ちょうど上司が近くて、今、ちょっと、これどうなってんだ、これ。やり直したいって言うと出れないじゃないですか。あ、今変わってきちゃったみたいな。はい、そうですね。これそれ出る資産だったんじゃないかなって勝手に。はい、後で楽しみに聞いていただきたい。そうそうそう。忘れられました。もしもし。もしもし。お名前と何県から？福島の友明です。あ、またまたラッキーですね。じゃあ2回こう繋がるんですよ。ありがとう。じゃあ話しちゃってください。どうぞ。はい。ともくん、クリスマスといえば、なんか、うん、毎年食べるものとかある？ない。ないんか。うん、何もない。別にケーキも食わないしさ。うん。そうなん。僕はね。あ、そうなんや。リオは。ぼーっとしてる。ぼーっとしてる。あれはそんなクリスマスもいいかもね。終了でした。びっくりしたらちょっと、じゃあ、ともくんってやってもドキッとしたんですよ。ということでね、以上になります。生電話コーナーありがとうございました。ご協力ね。ありがとうございました。この後もぜひともね、ご覧くださいということで。じゃあ、お知らせお願いします、はい、鈴木。はい、はい、先ほども言ったんですけど、はい、12月24日にベンジャストワンファスタンの制服クリスマスというイベントが、はい、白金高輪セレネ B2 であります、はい、カバー曲などもあるのでぜひ楽しみにしててください、うん、ね、そして、来年ですね、2023年1月7日土曜日に栃木県の岩下の新生姜ミュージアムにて新年初ワンマンライブがあります。いいね、いや大好きですよ。こちら、ね、入場と観覧が無料で、素晴らしい、あのイワシカちゃんとコラボしちゃうのでぜひ楽しみにしていてください、ね、はい、はい、そしてはい、日高リオのツイッターは、はい、リオアンダーバーベンジャスであるので、はい、ぜひフォローしてくれると嬉しいです。気になった方は日高リオちゃんでね、ベンジャスでありますが、はい、フォローお願いしますね。ちょっとリップもね、よろしくお願いします。シャープ下もつけていただいて、そうそう、あとはですね、はい、1月9日もありますよね、あのコレットさんのね、もうマネキン社さんとかで、ね、1月9日もあるので、1月6日は9日からコレットフェスというのは月曜日、はい、あります、ね、すごい、あの豪華のコラボ企画とかがあって、はい、もう私自身もすごい楽しみなんですけど、はい、ぜひ来てくれると嬉しいです、ね、いっぱいでマネッキーさん、はい、ね、もうナナランドさんね、ワンワンさんいっぱい見られますので、ね、はい、ぜひともね、もちろんベンジャーさんもということでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。今日はね、この後また時間が多分ありそうなのでね、はい、若干残っていただいてエンディングとかも出ますので、はい、ね、濃いブルーのビキニも良かったですねって、はい、お、ありがとうございます、はい、エンディングいけそうですか。エンディングいけそう、りょうちゃん、はい、ぜひ出させていただきたい。じゃあちょくちょくね、またりょうちゃん出ていただくんで、あのファンの方はこのままステイチューンで引き続きご覧ください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。一旦閉めますね。この時間のゲストはベンジャスの日高りょうちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあちょっと1曲挟みましょう。曲題して鈴木くるみの笑顔になった瞬間、はい、はい、鈴木くるみちゃんはね、くるるんは30代以下が選ぶ笑顔が可愛いと思う AKB48 現役メンバーというアンケート調査で見事第1位に輝きました、ね、2位はありがとうございます、ね、ゆきりんこと橋場ゆきさん、ネトラボ調べなんですけども、そこで、はい、笑顔が一番キュートな鈴木くるみちゃんが最近笑顔になった瞬間のエピソードを発表してもらいましょうという時間は、ね、やった、企画です。さあ早速いきましょう。いいですか、はい、ご準備の方は、はい、まずは1つ目、大丈夫、せーの、フリップ、はい、オープンでお願いします。じゃん、おいしいお弁当を食べた。はい、これはこれはある篠崎愛菜さんが、はい、ショールームの、はい、なんか3周年記念配信をされたんですよ、うん、その時にゲストに呼んでもらって、はいはい、で豪華なお弁当を用意していただいて、はい、私たちの分まで、うん、でなんかすごく値段を言っちゃうと、うん、
あれなんですけど、3000円くらいの、結構なうなぎぐらいですね、ハンバーグと、うん、あとステーキが乗ったお弁当を食べさせてもらって、はい、もうその時は笑顔が止まらなかったですね。お弁当そんななかなか出てこないですよね。そうなんですよ、もう本当に美味しくて、ロケ弁とかそういうのは好きなんですか？好きです、お弁当すごく大好きで、お弁当が美味しい方がすごく嬉しいので。取材とかだとあのマイセンのサンドイッチとか出てくるんですよね。あー、美味しいです、だから大好きです。あれいいですよね、なんかはい、ちょっとパッて食べれて、パッて食べれて、ちょっと冷えててもまたそれが美味しいみたいな。はい、わかりました。じゃあ続いていきますか。はい、続いていきます。はい、続いて質問じゃないわ、はい、次2つ目ですね。次2つ目、はい、はい、せーの、ゆっくりですよ、はい、ご準備できたら、はい、大丈夫です、はい、せーの、オープンでお願いします。じゃん、ママと夢の国へ行ったことです。おー、これはそうなんですよ、ママとすごく仲良くて、うん、みたいね、ついこの間ママと夢の国に行って、はい、一日中もう本当に楽しいんで、はい、でもお互い疲れちゃって、うん、なんか乗り物っていうのは絶叫系とかじゃなくて、はい、本当に車に乗ってちょっと探索するみたいな乗り物というか、はい、車があったんですよ、うん、それにもう 2,3 回乗って、うん、普通は多分みんな乗っても1回だと思うんですけど、ですよね、何回もそう乗っていっぱい休んだりとかして、ご飯食べたりとか、あとぬいぐるみを持ち歩きながら歩いたりとか、持ち歩いて歩く、なんかすごく友達と行くディズニーとは違って、うん、こうゆったりと過ごせたディズニーでした。ママも可愛らしいんでしょうね。はい、ママもいいしね、ほぼお揃いの服着て行きました。あー、これ C 行ったの？ C 何度？あ、C 行きました。C 行ってないですよね、まだね。やっぱいいですか？うん、もうすごく楽しくて、ママと絶叫乗って叫びました、うん。おすすめのアトラクションあります？私がおすすめなのは、インディ・ジョーンズっていう、はいはい、すごい揺れるやつなんですけど、落ちたりはしないので、すごく面白いです。うん、ぜひ皆さんチェックでね、行ってください。はい、はい、そういうことで。じゃあ、続いていきましょう。いいですか？はい、質問、はい、あ、すみません、すみません、間違えた、次3つ目ですね、3つ目ね、ゆっくり3つ目、はい、はい、じゃあ行きましょう、性能フリップ、はい、オープンでお願いします。じゃん、当日生誕祭、そしてサプライズで加藤玲奈さんが来てくださいました。これはすごいですね。はい、はい、今年当日に9月2日がお誕生日なんですけど、うん、その日に、まず生誕祭を開いていただいたんですよ。はい、でそれもすごく嬉しい出来事だったんですけど、うん、こうなんかいつもこうメンバーがたまに来てくれるときに立っている場所があるんですけど、うん、そこに人影があって、うん、幕が開いたら、えっみたいな、誰だろうって思ってたら、なんと加藤玲奈さんで、すごいですね、私にも秘密でこうサプライズで見に来てくださって、うん、でプレゼントまで用意してくださったので、うん、本当にこう、もう嬉しすぎて、二度見しちゃいました。きれいな二度見してました。二度見してその後に、うん、アーカイブが残ってて、配信の。あ、はい、で自分で見返してたら、もう綺麗な二度見してて、連絡したんで気づいたんですけど。もうすごく嬉しかったですね。わかりました。そういうことでございましてね、以上になります。はい、はい、終了です。ありがとうございます。ありがとうございました。ここまでくるるんの笑顔になったエピソードを聞くことができて超面白かったよ、楽しかったよという方はショールーム、ツイッターライブ、数字の8の連打、会場拍手お願いします。お願いします。以上、アシスタントミニ企画、鈴木くるみの笑顔になった瞬間でした。はい、お名前と何県からおっしゃってくださいね、まつながったらね、はい、もしもし、もしもし、わかりますか？わかります。お名前と何県から？東京都のアリサです。アリサちゃん、今日いかがでした？ご覧になってて、くるるん今日、くるちゃん頑張ってて可愛かったです。可愛かったね、歌も歌ってくれたし ね、 ね、可愛かったです、ね、癒されました。楽しめました？楽しかったです。はい、わかりました。用意スタート、どうぞ。はい、くるちゃん、ありがとう。ごめん、質問もありがとうございました、うん、本当に、うん、質問可愛かったです。え、ありがとう。クリスマスも、クルちゃんが一番可愛いよ、うん、え、本当に、うん、ありがとう。クリスマス
ハンターさんコスプレ載せるから楽しみにしてて、うん、あ、楽しみにしてるね、ありがとう、はい、終了です。この後も見てね、お願いします。どんどん書きます、たくさん来てるんでね、どんどん。で、そういうことでありましてね、あ、そう、ね、テーマも、あ、これ、どれ行こう、情報、あ、情報、吉和さんもね、18歳の素敵なレディになって、さすがに最近やってるのが、やっている配信、あ、T シャツの首のところから手を突っ込んで下着を直す、それやってません。はい、どうぞ。もしもし、はい、お名前と何県から。もしもし、あ、お名前と何県から、東京都の順二です。順二さん、話し合って用意スタート、どうぞ。いや、もうめちゃくちゃ可愛かった、今日も。お、よかった。ありがとうございます。最高、めちゃくちゃ可愛い。え、ずっと見てくれるんですか。お洋服もおしゃれだし、もうずっと見てたよ。あ、そう、もうめっちゃ可愛い、もう本当に世界一可愛い。どんなに世界一可愛い、優しいね、本当に。いつもだけ、いや、もう宇宙一、もうそれだけ伝えればいいから、本当にもう宇宙一、本当に可愛い、もう映ってるだけで本当に可愛い、もうそれだけで終了です。ありがとうございました。もう十分にされました。ありがとうございます。大事ですよね、これ。さ、気持ち伝わりましたよね、やっぱね、ブルルンね。もう伝わる、めっちゃ伝わってました。十分に伝わりましたよ、本当にね、ありがとうございました。マサルおじさんもね、劇場公演いろいろな面からも盛り上げようとしているくるみちゃんが大好きですと、いろいろ盛り上げようとしている劇場公演、これからもずっと応援しております、ね、頑張ります。あ、すみません、お名前と何県から。あ、東京のソニーです。じゃあソニーさん、ありがとう、メールどうぞ、話しちゃって。はい、あ、いろいろ読んでいただいてありがとうございます。あー、こんばんは。今日は随分落ち着いて大人っぽいじゃないですか。そう、じゃあ今日は緊張してて、やっぱ変な人だと思われないように、いや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 、めちゃくちゃ可愛いよ。ありがとう。で、見てこれ。ん？これ私もらったやつ。ああ、もう言わなくていいのに。いいやよね、それいつ。素晴らしいね、本当にね。飽きてますよね、あのアイドル修行中公演、カッコンさんもね、あのね、ゆきりんプロデュース公演でセンターに抜擢された、印象深いです。センターに抜擢されたというゆきりん。16期生、ドラフト3期生と若いメンバーを牽引していました。その中でも相棒である田口真中ちゃんと新芽を務めた、新芽取りですね。だけどでの切ない表情のパフォーマンス最高でした。はい、あ、もしもし、あ、お名前と何県から。はい、あ、高弘です。茨城県です。じゃあ高弘さん、どうぞ。はい、高弘さん、あ、クルタン、クルタン、どうでした。可愛かったよ。本当に可愛かった。よかった、うん、でもね、緊張してたよ ね。いつもじゃない、いつものくるみ出せなかったわ。うん、まだ大丈夫だよ。大丈夫、まだ巻き返して。はい、終了です。そう、巻き返して良かったですよ、全然。でもまたまた次回どんどん行きます。はい、つながったらね、行きましょう。そんな、いや、それはもう最初はそうですよ。だって手探り状態ですもん。2回目3回目となってくると皆さんね、もうね、本領発揮しますんでね。たけしさんもね、ラジオネーム急遽のね、大役を半泣きで頑張ったっ、ね、来てます。レッツゴー研究生公演が始まった次の日ね。クロスと決心が大役。あ、もしもし、あ、お名前と何県から、はい、北海道のドサンコトントンです。おお、話しちゃってください、どうぞ。はい、あ、どうも、くるる、はじめましてになるんだけど、どうも、ね、こんばんは。ありがとうございます、こんばんは。とっても可愛かったね。あの、先週の、かおりちゃんとの公演、見に行ったんだ。で、最前でね、くるる、可愛いくるるをガン見できてよかったわ。よかった。劇場公演いつも見てるから、頑張ってね。頑張ります。はい、終了です。ありました。ありがとうございました。すいません、もう遠方から本当にね、ありがとうございます。雪花さんもね、どれだけ緊張する無理言って、その前までは叫んでてもちゃんと公演に立つと決めてくれるところが好きです。ね、ありがとうございます。勝者さんもね、勝者さんもね、劇場公演ではメンバー同士でトークする MC コーナーが何回かも来られています。面白いネタお話もあり。あ、もしもし、お名前と何県から。はい、パパチンです。三重県からです。あ、三重県からどうぞ、話しちゃって。あ、パパチンさん、ありがとう。今日もアンテナ部屋だね。下は何、ジャージ今日下、違うわ、今日はちゃんと履いてるわ、スカート。あ、あの、ね、くるくるあげない、超可愛かったよ。
よかった。お話し会でお願いします。はい、終了です。ありましたね、本当クルーちゃんばよかったですよ、喜んでいただいてね、クルクルあげない。そうそうそうね、さっきね、しょうちゃんさんもね、クルルンは面白いネタを話す前に自分で大笑いしてハードルをめっちゃ上げることがよくあります。そうなんですよ。それがあったから、はい、もしもし、はい、お名前と何件から、はい、どうぞお名前。あ、高広さん。あ、もう一回。はい、どうぞ話しちゃって。はい。すごい、2回目じゃん。2回もありがとう。で、こちらこそだよ、ほんとに。で、奇跡だね、ほんとに。まあ、もう、てか電話って。天使だからね。クルルンが天使だから。確かにね、もう。クルルンのおかげで、2回も出れちゃった。ありがとう。ね、ほんとに。ね、そう、ありがとうね、ほんとに。最後までちゃんと見せるね。終了です。こちらこそ。こちらこそ。ありがとうございました。すいません、終了になります。さあ、エンディングということでありがとうございました。クルルン、今日もね。ありがとうございます。はい。最後にね、今週の放送楽しかったという方、8の連打お願いします。はい、勝利もついたので、はい、お願いします。リオちゃんはもう、あ、リオちゃん、リオちゃん、ありがとうね、リオちゃんね。はい、またちょっとちょっとクルルンもお願いします。一言ずつ、はい、じゃあ感想いただいて、感想じゃあ、リオちゃんから感想、一言、今日の。はい、すごい楽しかったです。リオもくるくる可愛くて、心打たれてしまいました。じゃあ、クルルは。ありがとうございます。すごく楽しかったですし、ちょっとまだちょっと緊張してた、最後まで緊張しちゃってたんですけど、はい、ちょっとだけこうね、頑張って頑張れたというか、すごく大丈夫、大丈夫、うまくいきました。全然もう5000点満点、もうありがとうございました。最後に今週の放送楽しかったという方、8の連打お願いします。888、今週の放送楽しかったという方、8の数字の8の連打お願いします。ありがとうございました。もう終わりですよ。この後ね、21時40分からはメシア劇場生ライブもあります。23時まで下北 FM ネクストブレイクの子、アイドルの子たくさん出るんで、ぜひとも皆さんね、メッセージとかお待ちしております。ぜひご覧ください。じゃあまたお二人よろしくお願いします。年明けてもね、お願いします。はい、そういうことで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。下北 FM DJ 友明するりょうしょう、この時間の相手は名 MC でアウトコメンテーターの大倉友明と、そして本日のアシスタント MC の AKB48 チーム B の鈴木くるみでした。はい、そしてゲストは、はい、ベンジャスの日高リオでした。はい、ありがとうございました。How was the problem this week? How about クルミちゃんの MC? Please send your feedback in English by email or post in the showroom comments. Our next broadcast will be December 29th. See you next time. Have a fantastic weekend. I love you. I love you all. Bye bye. あ、ハートだ。FF ね、シャープ、ハッシュタグ、下北テーマつけてツイートしといてね、感想。This is a street radio station. 88.8. Smoke it FM.